負け、巨人ファン集合。まあ三立て不可避やな。先発は頑張ってるけど残りのイニング締める投手おらんし、先般、原、坂本、長野、結局誰が捕手でも一緒だから小林のせいではないな。だから一番打てないやつが第三捕手になるべきや。なぜか先に動こうとするアーラ。4月は原は采配してなかったとか言ってたやつは今日の試合見ても同じことが言えるんか。最後リリーフ3人使わせた。長野が多分いなくなる。これだけで実質勝ちを。あとは貯金なくなって B クラスに落ちたのを原が噛みしめて、若采配また抑えてくれればって感じやな。まあ田原の采配で負けたか。渡辺敬遠、近本勝負ってアホの極みやろ。結果的にあの歩かせた走者1人の差で今日は負けたからな。てか打者近本って併殺取りにくいのにあらゆる意味で近本勝負は意味を感じない。グリフィン交代はまだわかるけど、どういう思考回路したら大江戸屋顔で送り出せるのかがマジでわからない。ほんで怒りのマシンガンしてるやから世話ないわ。意味不明やでも、普通にやってたら昨日も今日も何とかなってるかもしれないのがムカつくな。また貯金がなくなってしまった。もう秋広しかこじれん。原は幻想追いすぎだろ。全盛期長野も2020年のダイソーの切り札増田大もいないのに。ダイソー出して成功したパターン見たことないやが、増田ってマジで何のために出てくるのか意味がわからない。その膝ボロのオワコンダイソーにいつまで頼るんやろな。丸なんでスタメンで使わんの。レフトウォーカーになるよりマシやない。ここ6試合18の1。無四球で走れないからじゃね。今の丸は不安定で使えない。チーム得点トップの大城を下ろす。ダイソーで盗塁できない増田。バントで一打得点を狙わず超も強行自爆。で前日には秋広にバントさせてるっていう確率に逆らう采配やからな。それで批判されたからバントやめたんじゃね。もう秋広が打つかどうかしか興味が湧かない。